皆さんこんにちは。僕はですね、インドネシアのジャカルタスカルノハッタ国際空港に来ております。ジャカルタのスカルノハッタ空港の第2ターミナルに来ています。こちら国際線の LCC が、発着するターミナルになるんですが、今ですねジャカルタの街からね売宅グラブで移動してきたんだけど、1時間半ぐらいかかりまして、渋滞ものすごくてね、もうケツ割れそうなんぐらい痛いんですけども、でも楽しかったです。はい、もうすげえ売宅のおっちゃんとも仲良くなってね結構多めにチップ渡しちゃいましたね。はい、ということで渡す必要ないんだけどね。はい、ということもありまして、今ねジャカルタの空港に来てるんですが、今からですね大阪の方に帰ります。インドネシアで6日間滞在して、非常にね高速鉄道とか、インドネシアの夜行列車とかいろいろ乗って楽しかったんですが、明日大阪で用事があるんで、もう今日から帰らないといけないんですよね。でジャカルタから大阪関西空港までガルーダインドネシア航空がね、コロナ前は便飛ばしてたんですが、今ね確か運休してるんですよね。なのでもう大阪に帰るまで、どっちみち、ANA とか JAL 使ったとしても東京経由しないといけないということで、それちょっと面白くないなということで、今回はですね LCC を乗り継いで大阪の関空まで帰ります。で今回利用する航空会社なんですけども、もう毎度おなじみのエアアジア、行きはねベトジェットで来たんですが、帰りはねエアアジアを使いましてね、マレーシアクアラルンプールを経由して大阪関西空港に帰ります。今の時間が午後2時40分ということで、大阪の関空にはですね明日の朝7時ぐらいに到着予定なんで、約17時間ぐらいね今からかけて移動することになります。はい、というわけで本日もよろしくお願いします。ちなみに航空券片道ねだいたい2万円ぐらいでした。インドネシアから大阪まで2万でね、1回乗り継ぎありますけども、帰れるんだったらかなり安いと思います。第2ターミナルの出発のターミナルの中に入ってきたんですが、結構暗めですよね。初めて使うわ。いつもねジャカルタ使うときは第3ターミナル、フルキャリアは基本 T3 になるんだけどを使うんで、こっちは初めて、こじんまりとしてる LCC ターミナルっぽいですね。トランジットホテルとかもあるみたいですよ。はい、というわけでもうチェックインできると思うんでね、今回16時45分発とかだったと思うんで、もう今2時間20分前ぐらいですかね。そろそろチェックインカウンターの方に行きます。この空港ややこしい。空港内でさまよってました。チェックインカウンター F だそうなんだけども、このフロアからさらに1回中に入らないといけないみたいなんですよ。でそこでチェックインなんで、どっから入ればいいのか全然分かんなくてね。そう、これ普通に出発の、出国への入り口なのかなと思ったら違うみたいで、チェックインゲートに行くまでのカウンターに行くまでの入り口だったみたいですね。ややこしい。これ初見無理だと思う多分。とりあえず中入ります。中入りましたけど、エアアジアのチェックインカウンターも激混みずね。今回なんですけども、マレーシアまではエアアジアインドネシアを使います。でマレーシアから大阪はねエアアジア X を使うんですけども、一気にねスルーチェックインはできると思いますが、とにかくちょっと結構並んでるんでこれ待ちます。チェックイン完了しました。本当だったら預け荷物ないんでウェブからチェックインできるはずなんだけど、なぜか弾かれるんですよね。なので並んだんですけどもね、で窓側開いてなかったんで真ん中席で、帰りの関空までは A330 なんで、232とかのシート配置なんですけども、それに関しては通路側になりました。いやーマジか。今から KL までは2時間とかなんで別にいいんだけど、関空まではさすがに真ん中席は辛いなと思ってたんですけども、なんとか通路側になったんでまだタイですね。はい、ということで行きましょうか。インドネシア出国して制限エリアの中に入りました。こちらサファイアラウンジなんですけども、ここ多分ねプライオリティパス使うことができるんですよね。有料で 8.5US ドル、もしくは13万インドネシアルピア、なのでだいたい13万とどれぐらい、1300円ぐらいかになりますね。どうしようかな。結構並んでるんですよね。であとフライトまでまだ1時間45分あって、ゲートがどこだ、LCC ターミナルになるんで LCC ばっかりなんですが、今回の16時45分ですね、 QZ212 便のマレーシアクアラルンプール行きになります。 F4 番ということで、そんなに大きくないわ。 F1 から F7 までなんですね。なるほど。そうか、ここあれか、エアアジアとか、あとはそのなんていうの、限られた航空会社インディゴとかも使ってるんだけどぐらいしか使ってないからこんだけなのか多分。他の E とかねまだあると思うんですよ。そっち行くともっと違う航空会社のフライトがあるのかな。ライオンエアとかあると思います、そっち行くとね。そんなわけで制限エリアの中にもファストフード店とかお土産屋さんとかはねあったりします。スターバックスもありますね。ラウンジの中に入ったんですが、結構インド系の方が多いかな。で、すんごい香水の匂いがきつすぎてちょっと鼻が曲がりそうなんですけども、僕あんまり香水の匂い、得意じゃないんで、めちゃくちゃきついですね。独特な香水の匂いです。これ何で口で説明するの、まず難しいんですけど、ちょっときつめですね。はい、
で奥にはミールのコーナーとかがあって、アルコールはなかった。コーラ、スプライトとかはありましたけどね、コーヒーマシンとかは。でパスタとか、少しだけホットミールも用意されてるといったような感じです。でも座席にはねコンセントとかあったり、シャワールームとかなさそうですね。喫煙所とかトイレとかはねラウンジの中にあったりします。で、まあ、全然お腹減ってないんでね、軽くだけ取ってきました。まあ、クアラルンプールで4時間待機の時間があるんで、まあ、そっちでちゃんとしたラウンジに行こうと思ってるんで、まあ、ここもちゃんとしてるんですけども、食事はねそっちでもう少しちゃんと取ろうと思ってるんで、まあ、こっちでは軽くですね、飲み物はスプライトとコーラだけにしました。ということで、まあ、ここで搭乗までくつろぎます。はい、というわけでそろそろですね、時間なんでゲートの方に向かおうと思います。結構ねお店の種類豊富で、本屋さんとかもあるんですよね。なんかあんまり空港の制限エリア内で本屋さんっていうのは見ないんで、なんか新鮮な感じがします。すごいなんか雰囲気は良くて、リゾート地の空港、なんかバリ島にいるような雰囲気ですね。第3ターミナルとはまた全然違いますよ。第3ターミナルはもっと今風な感じのターミナルになっています。 F の1から7まであるゲートの手前にですね、保安検査がありました。そうだ、なんか忘れてんなと思ってたらね、保安検査のこと忘れてましたね。そうだそうだ、ジャカルタは各ゲートの前、あのシンガポールとかクアラルンプールよりかはまだマシですよね。うん、いや、あっちの方がマシなのか、ゲート前でやった方が空いてんのかな、まあ、どっちか分かんないけど、まあまあまあ、 あのとにかく直前にやる感じです。左がシンガポール行きで、僕は F の2番4番とかだったと思うので、もうちょっと先ですね。なんかしゃっくりが止まらん。保安検査抜けた後にサークル系とかね、コンビニとか売店もあったりします。今僕あのポカリスエット買ったんですけど、クレジットカード使えないと言いましたね。現金オンリーだったんで、まあいいやと思って払いました。まあ、またインドネシアに多分近々来ると思うので、はい、もう今回は換金はしません。で、うわ、ディレイになってる。17時5分発クアラルンプール行きのエアアジア、212便ですが、17時5分になってる。20分遅れですかね、みたいですね。すごい雰囲気いいわこの空港、好き。まあ、最初はね複雑すぎるとかって思ってましたけども、中はそれなりに広々していて、リゾート空港って感じです。本来だったらですね、ボーディング開始が16時5分で、今16時5分なんですよね。なので、まあちょうどいい感じの時間帯に来れたかなと思ってたんだけども、さっきも見た通り20分遅延ということで、はい、今から1時間後の出発になります。まあ、今回クアラルンプールでは4時間待機時間があるんで、まあまあいいですね。全然20分ぐらいの遅延だったらね。ベンチとかもいっぱいあって、なんか雰囲気はかなりいいです。このベンチあれでね、いいタイプの椅子よ、横になれるタイプ、肘置きがないからね。まあここでとりあえず飛行機が到着するの待ちます。フライトスケジュールを見てるんですが、まあ、クアラルンプールとシンガポールが結構多いですね。あとこの中でジョホールバルとかにも飛んでるんだ、すごいな。でパース、オーストラリアですね。さすがインドネシア、もうオーストラリアもかなり近いですからね。日付変わった深夜になるとドンムアン、バンコクですね。あとはマニラとか、うん、まあ、近場というかね、東南アジアの有名な都市ばっかりです。東アジアだとマニラとかには行ってくれるんですね。まあ、フィリピンって東アジアでいいのかな、東南アジア、なんかどっちか分かんない中途半端な感じの場所ですけども、そうですね、ペナンとかもありますね。まあ、こんな感じです。17時5分なんですけども、 F4 番から搭乗が始まったんでね、ああさあ行こうかと思って行ったら、これペナン行きだったそうで、同じマレーシアではあるんだけど、クアラルンプール行きではありませんでした。先に飛行機1機到着したんですよね。ほんでこれかと思ってたんだけど、どうやら違うみたいで、アフターディスワンって言われたんで、これの後にクアラルンプール行きが出発するみたいですけども、もう今17時5分なんですよね。これ絶対さらに遅れますよね。このペナン行きは定刻17時45分発なんですよ。大丈夫かな。まあまあこの辺がLCC クオリティですけども、まあ、こういったのも、ね、楽しんでいきましょう。まあ、なんせ今回4時間、ね、時間あるわけですから、まあ、大丈夫でしょう。隣にも飛行機止まってたんですが、こっちも、ね、F4 番みたいですね。多分これだと思います。 PK-AZE かな、 Air Asia の Airbus A320-200、まあ、LCC あるあるの機材ですが、こちらで本日はマレーシアのクアラルンプール国際空港に向かいます。ややこしいね、クアラルンプールとペナン行き、どちらもマレーシア行きですからね。今お客さん降りてるんで、今から軽く清掃がされた後搭乗開始ですね。17時25分になりました。ようやく搭乗が開始。一応ゾーン別に分かれてるはずではあるんですが、もうむちゃくちゃですね。はい、なんかこの辺はインドみたいな感じがします。では行きましょうか。まあもう多分1時間ぐらいの遅れになると思うので、イライラしてるお客さんも多いのかな。
下手したらねクアラルンプールで乗り継げないって方もいるかもしれないですね。では行きましょう、クアラルンプール。ちょうどね奥が第3ターミナルなんですけども、日本航空のボーイング787がいますね。成田空港から到着した便だそうです。あれによると日本まで一直線なんですが、まあ、関東に住んでたらねいいんですけども、僕大阪なんでね、そうどっちみち成田に着いたとってね、そこから大阪に移動しないといけないじゃないですか。それを考えるとね、やっぱ関西空港にダイレクトで帰れる方がいいんですよね。はい、というわけで機内入ったんですが、真ん中席ですね。で多分ほぼ満席だと思うので、まあ、どんどん人が乗り込んできますけども、いやこれでね隣が通路空いてたらねいいんですけども、まあ多分無理でしょうね。まあ、2時間ぐらいのフライトなんで耐えます。まあ、足元はかなり狭いですね。エアアジア、インドネシアになります。インドネシアエアアジアかな。そしてからね、大体30分ぐらい経過しました。機内の照明もつきまして、有料のね機内販売が行われています。まあ、短距離ですけどもね、機内食とか頼む人もいるみたいですね。まあ、特にすることもないんで、ダウンロードしてる映画とか見て過ごします。クアラルンプールに向けて着陸態勢に入りました。もう LCC なんで取ることがなさすぎてね、展開が早いですね。はい、というわけでクアラルンプール国際空港に着陸しました。エアージョはですね第2ターミナルに向かいます。Dan pastikan Anda telah membawa seluruh barang bawaan sebelum meninggalkan pesawat ini.後期しました。このままですねマレーシアに入国したいところではあるんですが、本日はですね日本に帰らないといけないということで、イミグレではなくて、インターナショナルトランスファーの方に進んでいきます。以前も起きましたよね、クアラルンプールの T2 は。ではこのままトランスファーの方に進みます。反射して見えるかどうか分かんないんだけど、こうブリッジできたんですよね。比較的最近だったような気がする。はい、で結構遠い、もうかれこれ飛行機降りてからね10分ぐらい歩いてますけどもね、なかなかトランスファーの出口が来ないですね。おおグッバイ。あのインドから来た方ですね。隣の席やったんですけど、すごく仲良くなりましてね、まあ、今からデリーの方に向かうみたいです。では僕はこのまま、進みましょう。右か。はい、というわけでですね、こちらですね出発のフロアの方まで入ってきております。マレーシアクアラルンプール国際空港の第2ターミナル。もうクアラルンプールまで来るとね、もう地獄のような安心感、自分の国ねのような安心感を覚える。そう、もうここまで来たら帰ってきたみたいなもんなんだけども、プライオリティパスを使うことができるトラベルクラブラウンジだったかなっていうのがあるので、ちょっとそちらに行こうかなと思います。はい、今の時間が9時半なんですよね。でフライトが20… あ、ここにあるわ。ちょうど今日のフライトが何時だったっけ、23時55じゃなくて45だ、これだ、もうほぼ最終便ですね。45分の、D7 の532便、関西大阪行きになります。 D7 っていうのが2レターになるんですよね、エアージア X に関しては。これで関空まで帰りますので、まだあと2時間あるんですよ。まあ、搭乗開始がまあ11時15分ぐらいだとしても、まあ、あと1時間40分ぐらいあるんで、ちょっとプライオリティパス使うことができるラウンジに行こうかな。
めっちゃいいね。人も少なくて広々してて快適です。KLの空港は個人的には好きですよ。奥にバーガーキングがあって、でマクドナルドで、その横に A&W があるということで、もうファストフードバーガーチェーン店がねずらっと並びます。でその横にあるのがサマサマエクスプレスホテルっていう、まあ、トランジットホテルなんだけども、ここねトラベルクラブラウンジっていうのを併用している、まあ、併用とか併設してるんですよね。プライオリティパス使って入ることができるんで、こちらのラウンジに今回も行きます。結構良かったですよ、前回入ったんですけどもね。ラウンジの中入りました。ラウンジの中こんな感じでそこそこ広々しています。で、まあ、快適なソファー席があったりね、テレビではスポーツ中継とかをしていたりもします。 Wi-Fi とかねコンセントとかっていうのももちろん使うことができます。まあ、ホットミールとかっていうのもねいろいろあるんで、まあ、ここで夕食食べたりとかね、そんな感じで時間潰せますね。ちなみにここはバーカウンター、前バーカウンターだったんだけど、あ今もあるね、うん、でもスタッフに言えばワインとかカクテルとか提供してもらえると思います。食事に関してはねバイキング形式になっていて、まあ、さっきのところで食べてもいいんだけど、こっちにダイニング用のスペースが用意されてるんで、まあ、ご飯食べるときはこっちで食べて、食べ終わったら向こうに移動するって感じかな。コーヒーマシンとかデザートとかもねもちろんあります。またパスタで申し訳ないんだけども、ミートパスタとあとムール貝とかありましたよ。であとポテト、ムール貝なんてラウンジでなかなか出ないですよねバイキングでね。であとパンプキンスープとまたまたコーラにしました。他にもですね、あのバターチキンとか、まあ、いろいろあります。はい、東南アジアっぽい料理がね、まあおかわりとかもしつつ、ちょっとここで晩ご飯食べます。いいラウンジです本当に。ここラウンジを出ました。非常にね快適に過ごせました。あとねだいたい20分ぐらいで搭乗開始。カラルンプール空港に関してはもう一回ね保安検査受けないといけないので、ちょっと早めに行く必要があります。今回は9の12番なんで右ですね。もうこの時間帯はほとんどフライトもないということで、結構まばら、まあ、逆に朝の朝までねここで過ごすって方もそれなりにいらっしゃると思うんですけども、さっきのラウンジに関してはね24時間空いてるみたいですよ。よし、ではもうあとはね飛行機に乗って、もう目が覚めたら大阪でしょう。もう今アルコールもねちょっとビール入れたんですぐ寝れると思います。保安検査抜けてねゲートの前にやってきました。パッと見た感じで、ね、日本人全然いないですね。多分日本人の割合3割とかなんじゃないかなっていうぐらい海外の人が多いです。で意外とね欧米系の方とかもいたりして、まあ、クアラルンプール乗り継ぎで、まあ、日本に行くって方が多いのかな。はい、まあ、本日深夜便で、日本時間で1時前に出発して朝7時半に到着なんで、まあ、6時間半ぐらいのフライトです。まあ、実際飛んでる時間は多分6時間ちょいとかだと思うんですけども、まあ、短くもないけど、まあ、めっちゃ長いってわけでもないですよね。バンコクとかよりかは長いです。反射して見にくいですが、本日の飛行機はこちらになります。エアバスの A330 のダッシュ300もしくはダッシュ200ですね。多分ダッシュ300だと思いますけど、まあ、そこは機内に入ってから確認します。まあ、LCC としてはねかなり大きな機材になりますね。で先頭2列が、フラットシートなんですよ。まあ、ビジネスクラスみたいなフラットシートっていうのも AirAsiaX は導入していまして、今回それも考えたんだけど満席だったんですよね。なので普通の、エコノミーというか普通席の方で行くことになります。の通路側ですね、もう窓側もいっぱいでした。まあ、AirAsiaX に関しても今まで何度も使ってきてるんでね、もう毎度おなじみって感じは正直するんですけども、これでね大阪まで帰ります。で、あの保安検査が直前にあるんで、飲み物とかはね国際線なんで持ち込めないじゃないですか。ただあの保安検査抜けた後にもう売店とかはねあったりするんで、そこで飲み物買ったりすることはね一応できます。機内で買うと全て有料ですからね。はい、では搭乗開始です。23時5分時間通りですね。もう10月も下旬ですから、今半袖なんですけど、多分日本寒いでしょうね。まあそういった時にね半袖でいると風邪ひいたりすると思うので気をつけたいですね。おお、ここで待機か。エアジア X 尾翼のところがね、垂直尾翼のところが大きく X になってます。ちょっと見にくいよね、もう夜だとほとんど分かんないです。はい、というわけで機内入りました。今回は25列目の G 席ということで割と前方のシートになりますね。はい、こんな感じで日本人の CA さんも乗ってました。今日本語で喋りかけられましたね。こんな感じの座席になります。後ろから見るとこんな感じですね。3プラス3プラス3のシート配置になっています。横9人掛け。今回 G 席なんで真ん中のブロックの通路側です。座席に着きましたけども、ほぼ満席なんでしょうね。でなんか一番前の、ね、席だけコンセントついてたんですけど、なんかそういう特典あるのかな。
お、マジでと思ったら僕の席のところとかはねコンセントついてませんでした。まあ、シートピッチはまあそんな広くないんだけども、でもねあの A320 とかの LCC とか比べるとねやっぱエアバス A330 だけあってね分かんないですけども結構広く感じます。うん、正直余裕ですよ。エアアジアのエアバス A330 は結構おすすめの機材ですね。で結局機材は A330 のダッシュ300でしたね、はい、ダッシュ200じゃなかったです。まあ、あとは機内紙とかいろいろ入ってます。何これウイスキーコーク、すげえいい値段するけどね。だいたいいくらだったっけ、30ぐらいかけると日本円になるかな。こういうのにも力入れてるんですね。まあ、もうコロナも終わったからね、うん、まあ、もちろん何も買いません。結構早めに乗れたんでゆっくりとね動画撮ることもできました。もちろんね隣は人いらっしゃいます。娘さんとお母さんで旅行されてる感じかな。大人の方香港から来てるみたいです。香港からケール経由で大阪なのかな。すごい不思議なルートですけどもね、ちょっと会話しました。はい、眠たい。普通に日本語聞こえるからいいね。そうそう、燃料給油中ってねシートベルトってねする必要ないんですよ。てかむしろ外さないといけないんですよ。ちょっといろいろありましてね座席変わりました。さっきね僕の座っていた席の隣がね、2人組だったんですよね。で今僕が反対側の通路の方に移動してきたんですが、今座ってる席のところと連れ同士だったんですよ。で、まあ、隣にね隣人いるの窮屈やったらね変わろうかみたいなこと言われて、でここだとね隣人真ん中空いてるんですよね。というわけで変わってもらいまして、めちゃくちゃなんか親切ですね。3人掛けを2人でね使ってるって感じです。真ん中は人いないんで、もうこうなればね余裕ですよ本当に。もう体をね斜めにして寝ることができるんで、もう超快適に行けそうです。はい、まあ、こんな感じですね。これで関西空港まで寝ていきます。
おはようございます。あれからですね、爆睡していまして、今ね、離陸してからだいたい4時間半が経過しています。今日本時間で朝の5時半、まとだいたい1時間と40分ぐらいで着陸になります。で、離陸してすぐにね、1回目の機内販売と、あと機内食をね、予約していた人に向けてサービスがあり、でその後ですね、照明が消えて、まあ3時間ぐらい経過してね、で今2回目の機内販売といったような時間です。で、ちょっともう目覚めたんでね、目覚めのホットコーヒー買いました。30リンギットなので、だいたいまあ300円ぐらいですかね。ちなみになんですけども、機内販売なんですけどもね、クレジットカード使うことができます。あと現金だとマレーシアのお金はもちろん、日本円もね使うことができるということで、さすがっすね。まあ、ただし現金使った場合ね、お釣りに関してはマレーシアのねリンギットで返金されるんで、その辺はね注意してください。なのでもクレカ使うのがね一番いいと思います。というわけで、よく寝れましたね。やっぱりね LCC いいっすよね、深夜便は。フルキャリアとかだったらね、夜中の便とかでも機内食とか機内サービスが結構あるじゃないですか。で、まあ、ぶっちゃけいらないなとか思ったりするんで、夜中の便に関してはね。でもなんかフルキャリア乗って機内食断るのもなんかちょっともったいないなとかって思ったりもするじゃないですか。 LCC だったらね有料で、欲しかったら買えばいいしね、いらなかったら買わなければいいだけの話なんで、やっぱそういった意味でも東南アジアの夜移動に関しては僕は LCC がおすすめですね。足元に関してもね、この AirAsia X なら A330 十分足元広いので快適に過ごせます。はい、というわけでシートベルト着用サインが点灯、着陸態勢に入りました。めちゃくちゃ逆光ですけどもね、飛行機降機しました。この飛行機ね、折り返し8時55分発のクアラルンプール行きの AirAsia X になるみたいですね。まあ、大体2時間弱ということで、まあ、LCC は結構忙しいですね、機材も。隣にはキャセイの A350 が止まってました。大阪14度ということで、めっちゃ寒いですね。まあ、東南アジアから帰ってくるとしゃあないですね。ではこのまま日本に入国します。1回ぐらいあれよね、関西空港で国際線から国際線の乗り継ぎとかもちょっとやってみたいですよね。羽田と成田ではやったことあるんだけど、関空ではやったことないんで、ちょっとやってみたいなと思ってます。はい、日本に入国しました。この時間帯はね、便がそんなに重なってなかったということでね、かなりスムーズに入りましたね。まあ、日本人自動化ゲート使えるし、全然日本人の姿は少なかったですね。ほとんどが海外の方って感じです。はい、ということでですね、本日ジャカルタからエアアジア使いましてね、関空まで帰ってきましたけども、まあ、クアラルンプールからの7時間弱のフライト、爆睡してたんで、めちゃくちゃ快適でしたね。もう目もすっきり覚めてますき、まあ、今日この後ちょっと仕事なんですけども、まあ、このままね、勢いでいけるかなといったような感じです。はい、やっぱりね、まあ、機内でも言いましたけども、夜中の深夜便、東南アジアぐらいの距離だったらもう僕は LCC がいいですね。以前ねマレーシア航空も、ね、同じような時間帯に飛んでるんだけども、正直ねマレーシア航空の方が疲れた。あの時もね同じエアバス A330 だったんだけど、なんか足元とかはねエアージア X の方が広いんじゃないかなと思うぐらい狭かった覚えがあるんですよね。で、まあ、機内食とかもあって起こされたりしてねみたいな感じで結構疲れたんですけども、まあ、今回はねそんなことなくほとんどずっと寝てたんでね、あっという間に快適に帰ってくることができたのかなといったような感じです。料金もねジャカルタから片道2万円で帰ってこれてるわけですから、めっちゃ安いですよね。もうインドネシアも2万とかで行ける時代がようやく戻ってきたわけですから、皆さんもぜひね興味ある方はインドネシア行ってみてください。まあ、ガルーダインドネシア航空のね関空線の再開っていうのもまあ期待してはいるんですけどもね、まあ、いつになるかまだ分かんないと思うんでね、また再開したらですね乗ってみたいなというふうに思ってます。まあ、一回ガルーダに関しては羽田空港からねジャカルタまで乗りましたけどもね、
はい、ということで、今回ですねこの辺で動画終わりたいと思います。今回はインドネシアのジャカルタから大阪関西空港までエアアジアの動画でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。